検微強化での尿サンプル中の白血球尿検査は、尿についての多くの検査項目を含み健康、診断の最も一般的な方法の一つである。尿検査の一部は検尿で行われ、結果は試験紙の変色で読み取ることができる。尿は、血液中の不要物や有害物、新陳代謝の老廃物などを体外へ捨てるために、腎臓でろ過されて生産される。このため、 身体状態を反映して、水素4指数や成分が変化することが知られており、内科の診断では主要な検査対象となる。血液やリンパ液、組織液、細胞液などの pH は、ホメオスタシスによって通常 pH7.4 プラスマイナス0.05に維持されている。一方、尿は体液ではないため、pH はある程度の範囲で変動し、一般に 尿は弱酸性であるが、アルカリ性食品を多く摂取したりすることで、アルカリ性になったまま低下しなくなることがよくある。尿にタンパク質が含まれる場合、腎疾患や尿路系の異常、等では糖尿病、血液では尿路系の炎症や血石が疑われる。ただし、これらは疾患がなくても疲労による原因である場合もある。うろびり農源の量や、 尿の比重も増器の疾患を示唆する。ウイルス、細菌が混じる場合には、泌尿器系の感染症が疑われる。薬物、毒物等を摂取した場合には固有の代謝産物が検出される。妊娠した女性からは、人中毛生後などトロッピンという特有のホルモンが検出される。簡単な尿検査は試薬を用いて、色の変化や、 沈殿の有無を調べるもので、妊娠の検査であれば数分程度で確認できる。近年では、質量分析の発展によって、極めて微量の成分でも検出が可能となっており、スポーツ競技でのドーピング検査などで使用されている。しかし、最終から検査までの保存温度が高く時間がかかった場合、尿中から頻繁に検出される。 腸内細菌の大腸菌やプロテウス属菌などの影響で成分に変化を生じ要所圏の可能性の高い尿ほど教授変化が顕著であると報告されている。したがって保存は蓋付きで霊安所が望ましいとされる。アニサキスが癌がの部位に集まる修正を利用し、カエノラブディティスエレガンツを使って尿による癌検診を可能とする研究が行われている。ありがとうございます。